相談口にお集まりの皆様、どうも。鳥越俊太郎でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと雨が少し降ってるような、降ってないような感じでございますが、まあ、涼しい風が吹いております。ちょっとしばらくの間、足を止めて歩いてる方も聞いてください。私は皆さんに4つの良しということを言ってます。4つの良し、なんだそれは。1つ、住んで良し。2、働いて良し。3つ、学んで良し。4つ、環境に良し。この4つです。住んで良しということは、東京都に住んで本当に良かったな、そういう思いになるような東京都政を取り戻すということです。その中で大事なことがあります。私は2つのゼロということを言ってます。2つのゼロ。1つは待機児童ゼロにしましょう。待機児童はゼロにいたしましょう。もう1つ、待機高齢者もゼロにしましょう。待機高齢者もゼロにしましょう。この2つは日本の、そして東京の少子高齢化という大変な事態が進行している、これに待ったをかけて今すぐでも手を打たなければいけない2つの大きな課題です。これに東京都知事が何をするか、やはりまず待機児童はゼロにしなければいけません。そのためにはいろんなことをやらなきゃいけませんが、まず第一に保育士の待遇を上げましょう。保育士の待遇は残念ながら全産業の平均賃金よりは10万円で安い。私は先日世田谷の保育室に行きました。そこで出会った28歳の青年に聞かされた言葉は、私は本当に驚きました。28歳で保育士になりたいと思って、その青年は3人の0歳児を面倒を見ていました。その青年に、あなた保育士の資格はあるのか、言いましたら、いや自分はまだ持ってない、今それを取ろうと一生懸命になってるんだというふうに彼は言ってました。じゃああなたは今実際どのくらいの給与報酬をもらってるのかと聞きました。そしたら彼はなんと13万円、手取り13万円と言いました。13万円で28歳の若者が暮らしていけますか。いけないでしょう。こういう現実があるから待機児童はゼロにならないんです。これまでずっと歴代東京都政手を打ってこなかったからこうなった。私は何としてでも一日も早く待機児童ゼロを目指します。そのために保育士の処遇を改善します。少なくとも5万円ぐらいは、月額5万円ぐらいはアップするということを考えなければいけないと今私は思っております。そして待機高齢者ゼロ。お父さん大丈夫？まだ大丈夫だねありがとう。まあ、ね、ここにいらっしゃる方もおそらく将来のことを考えると少し不安な気持ちで、大丈夫かなお思いになっていると思います。そうですよね。そうです。ありがとうございます。私ももうね、そろそろ先のことを考えなきゃいけないのかというふうに思っておりますけど、まあ残念ながら私は元気でございますので、こうやって皆さんの前でお話をさせていただいております。しかし実際には日本、そして東京都の中に、どんどん高齢化が進んでます。で、高齢化が進むということは決して悪いことではありません。皆さんがご長寿で長生きできるということです。それはいいことです。日本の平均寿命は女性86歳、男80歳、世界一の長寿国です。長寿国、これは喜ぶべきことです。これは私たち何も自民党の政権のためにこうなったんじゃない。国民一人一人がちゃんと働いて健康を維持してこうなってるわけです。しかし残念ながら平均寿命と健康寿命の間に少し時間があります。 年代の差がちょっとあります。
おそらく10年まではいかないけど10歳ぐらいの差があると言われています。ということはその前に健康ではなくなる、つまり健康を害して介護の手当を受けなきゃいけない、そういう立場になるお年寄り高齢者の方がどんどん増えているということです。そして今少子高齢化と言われていますが、その中の一番の問題は何かというと、昭和22年3年4年生まれの団塊の世代、この団塊の世代は日本全体で800万人いると言われています。800万人ですよ。東京都の人口は1350万です、ね、有権者は1100万、その中でなんと800万の団塊の世代がいる。もちろん東京都の中にもその団塊の世代が多くの方が暮らしています。この方たちはまだご自分の力でちゃんと生きておられます。しかし時間は経っていきます。2025年になればこの方たちはいずれもおそらく75歳を過ぎて後期高齢者になっていきます。そしてさらに10年が経つと2035年、おそらくこの団塊の世代の方々はみんな85歳を超えていかれます。85歳を超えてももちろん元気な方はいっぱいいらっしゃいますよ。もちろんいらっしゃいます。そして私はこの間特別養護老人ホームでお会いした鈴木さんという100歳のおじい様は元気で鳥越さんというふうに私に語りかけてくれました。したがって100歳でも元気な方はいらっしゃるんです。しかし同時にやはり85を超えたらやはり体のあちこちが傷んだり、そして少し健康を精神的な健康を害したり、そういうことは出てこざるを得ない。そういう時にもし一人で独居を続けていたら誰も助けてくれない、どうする。そういう時にちゃんと、ね、公的な救いの手、何らかのそういう救いの手がなければいけない。これが私たちの民主的な、この私たちが作り上げた社会の本当は理想である。残念ながらしかしその理想にはちょっと手が届かない状態にあります。なぜならば福祉介護施設が十分ではない、そして介護をする介護士と言われる職業の人が十分数が足りていない。残念ながらそれはなぜかというと育児の問題と同じです。待機児童の問題と同じ、やはり介護士の処遇が十分でないんです。これは今まで日本社会、東京都も含めてこれまでサボってきたんです。将来の介護の問題、それから少子化の問題にちゃんと向き合ってこなかった。これは日本の政府も、そして東京都もちゃんと向き合ってこなかったからこういう事態になっている。これはもう統計上、例えば団塊の世代が20年後に85を超えるということは分かっているわけですから、今のうちにちゃんと介護士を育て、介護の施設をちゃんと作っておかなければその時になったらもう遅いんです。今やらなきゃいけない、今すぐやらなきゃいけない。私は今からでも遅いと思いますが、でもやらなきゃいけない。それを私は皆さんの前で固くご約束をします。2つのゼロを実現いたします。働いてよし、2番目の働いてよし、これは当然今皆さんご存知の通り、日本では残念ながら正規と非正規という働き方がだんだん非正規の方が多くなっています。今全労働者の4割は非正規です。正規ではないんです。当然格差があります。こういう格差があるために結婚しても子供が産めない、結婚することもできない、こういう事態が日本社会で東京都内で進行しています。これは何としても止めない。これはもちろん東京都だけではできませんが、私は東京都が率先してこの非正規労働をできるだけ解消して、そのために先頭に立ちたいと思っております。ありがとうございます。学んでよし、これは教育は基本的に平等に誰もが教育の受ける権利があるわけですけれども、残念ながらこの格差社会では教育の機会が十分均等に皆さんに施されるわけではないのが今の現実です。したがって私は皆さんにお約束いたします。少なくとも
高校、高等専門学校、高専、高校、ここに行くためにはお金がもしないというご家族があって、どうしても高校にやりたいんだけど授業料はなんとか払えない、そういう人たちのために給付型の奨学金というのをぜひ設置したい、作りたいと思います。いかがでしょうか。ありがとうございます。そして最後に環境に良い、これはですね、私は実は比較都市宣言というのを皆さんの前でお約束したいと思います。比較都市宣言というのはもちろん核兵器のない世界、これを意味しています。私一緒に戦っているあるといいますか女性候補ですが、ある雑誌の中で日本には核武装もあり得るみたいな話をしているのを私は見ました。とんでもないことですよ。広島長崎であれだけの被害を受けた日本が核武装、そんなことありえないでしょう。核武装なんか言ってる候補都知事するわけにはいきません。私は比較都市宣言、つまり核武装は日本はしない、核も持ち込まさない、もちろん核の被害も受けない。しかし比較都市宣言の中身はそれだけではありません。もう一つあります。核分裂というエネルギーを使ってアメリカは爆弾を作りましたが、もう一つ作ったものがあります。それは原子力発電所、原発です。それを日本に無理やり買わせて、日本は今54基の原発があります。この原発と核の問題です。私は比較都市宣言といった場合、この核分裂を利用した原子力発電所の問題も比較の中に入れております。核兵器と原発、これが私はもういらないと言ってるわけです。私は皆さんにこれはお約束いたします。東京都を中心にですね、250キロ圏内に地震震災に備えて電力会社に対してもう原子力発電所は停止してください、再稼働をやめてください、最終的には廃炉にしてください、これを申し入れるつもりです。具体的に言いますと、東京都を中心に250キロ圏で円を描きますと、北は福島第一第二原子力発電所、そしてその南に東海、茨城県の東海第二原子力発電所というのがあります。さらに北の方にちょっと、西の北の方へ行きますと新潟県柏崎刈羽原子力発電所というのがあります。そしてちょっと南の方に行きますと静岡県に浜岡原子力発電所というのがあります。これが全部東京都を中心に250キロの円を描いた時入ってくる原子力発電所です。ここでもし事故があった場合には、おそらく東京都も何らかの被害、影響を受けるんではないかと言われている原子力発電所です。この原子力発電所を動かしている東京電力、そして東海大臣は日本原電、中部電力、こういう電力会社には、私は何としてでも再稼働はするな、そして最終的には廃炉をするように申し出ることを皆さんの前で公約いたします。いかがでしょうか。ありがとうございます。そしてさらに私は東京都は比較都市宣言だけではなく、平和とそして憲法、これをちゃんと守っていく東京都でありたいと思ってます。日本は戦後一度も戦争することなくやってきました。残念ながら日本の近代史は明治維新以来20年に一本一遍、日清日露日中太平洋という4つの戦争をやって多くの人命が失われました。日本人だけではありません、近隣諸国のアジアの人々も多くの命が失われました。そういう戦争はもうやめましょう、二度とやらないと皆さんここで誓ってください。いいですか、誓ってください。私たちはもう二度と戦争はしません。そしてそのためにも憲法は守ります。憲法9条は守ろう。
かがでしょうか皆さんね。ね、これは心にしっかりと込めて今日はお休みになった時もう一回思い出してください。堀越はああ言ってたな、平和と憲法と比較都市、これを東京都からメッセージを発信する、堀越が言ってたなというふうに寝る時にもう一回思い出して、そして土曜日日曜日、さあ残りはもう4日間です。いよいよ最後のラストスパートになってきました。ぜひ皆さんの力を貸してください。皆さんと共に私は走り抜きます。最後まで頑張ります。皆さんの手にみんなに個性を取り戻す、これを皆さんと一緒にやりたいと思います。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。鳥越俊太郎、今皆様のところに参りますので握手していってください。ぜひ握手をしていってください。鳥越俊太郎、東京都知事候補の鳥越俊太郎、鳥越俊太郎本人でございます。本人が今この候補者をおりまして、皆様のところに挨拶に回らせていただきます。鳥越俊太郎、東京都知事候補の鳥越俊太郎、鳥越俊太郎でございます。鳥越俊太郎、鳥越俊太郎、憲法を守ります。そして平和を守ってまいります。そして脱原発きっぱりと訴えております。鳥越俊太郎、あ、本人が今皆様のところに挨拶に参らせていただいております。鳥越俊太郎、鳥越俊太郎本人がこの候補者カーをおりまして、皆様のもとに挨拶に参らせていただいております。鳥越俊太郎、鳥越俊太郎、東京都知事候補の鳥越俊太郎、鳥越俊太郎でございます。都知事候補の鳥越俊太郎、鳥越俊太郎本人が今皆様のところに、挨拶に回らせています。鳥越コールが鳴りやみません。鳥越コールが響いております。鳥越候補が今皆様のところに、ありがとうございます。お母さんよろしくお願いします。お母さん、あともう一つ鳥越俊太郎の方よろしくお願いします。鳥越俊太郎、鳥越俊太郎、鳥越俊太郎です。基本発砲から手が伸びております。鳥越俊太郎、鳥越俊太郎本人が皆様のところに挨拶に参らせていただいております。鳥越俊太郎頑張ってまいります。鳥越俊太郎頑張ります。頑張らせてください。皆様どうかどうか、あともう一歩、あともう一歩、鳥越俊太郎のご支援ご支持の輪を広げてください。電話、ポスティング、いろんなことができます。鳥越俊太郎、鳥越俊太郎本人がこの候補者カーをおりまして、皆様のもとに挨拶に参らせていただいております。お墨付きをあげてください。鳥越俊太郎ありがとうございます。ありがとうございます。絶対なる皆様のご支援ありがとうございます。鳥越俊太郎、鳥越俊太郎、今皆様に囲まれて鳥越俊太郎ゆっくりと歩いております。鳥越俊太郎、鳥越俊太郎ありがとうございます。握手をしっかりと交わしております。鳥越俊太郎、握手をしっかりと交わしております。ありがとうございます。ありがとうございます。鳥越俊太郎、鳥越俊太郎頑張ります、頑張ります。鳥越俊太郎、皆様どうか都知事に押し上げてください。鳥越俊太郎、鳥越俊太郎でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。鳥越俊太郎、鳥越俊太郎でございます。鳥越俊太郎、鳥越俊太郎、東京都知事候補の鳥越俊太郎でございます。東京都知事候補の鳥越俊太郎、次の演説会に参りますので、すいません、次の、プログラムに移らせていただきたいと思います。皆様どうもありがとうございます。どうぞまだ、集会続きますので、元の位置にぜひ戻ってください。鳥越さんありがとうございます。共に頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。鳥越俊太郎、鳥越俊太郎、皆様どうかどうか、あともう一歩、お友達に鳥越俊太郎をよろしくお願いしますとお伝えください。みんなの力で都知事に押し上げてまいりましょう。